はい、おはようございます。今日もインクトーバータングルスの2日目やっていこうと思いますが、今日はね、本当はデイ1でこっちのルナルフラックスなんですけど、明日の私はやります。 Today's Inktober Tangles Day 1 is Lunar Flux. Idol Day 2 Naki by Nadie Roller. I love Nadie Roller's works. Nadie さんのね、私AE でね、クラス1回受けたんですけど、すごく素敵なクラスだったんで、ナディさんすごい好きなんですけど、で、どんなタングルかってちょっと変わったタングルなんですけど、なんか最初丸みたいなの書いて、で、ちょっとストリング書きますね。 I draw string before tangling. OK. I'm drawing Inktober tangles a day earlier. I hope you getan idea of how to arrange it when you draw. ね、一日早いなんでかなって思うかもしれませんけど、皆さんが書くときにちょっとヒントになればいいかなと思ったりしていて、それでちょっと一日早く書いてます。はい。あと書き方わかんないとかね、そういう人もいるかもしれない。はい。そしてここなんか真ん中に丸くこう途切れ途切れに書いて、そこからこうなんか線を引いていくんですけど、ちゃんとしたタングルのステップアウトはこれなんですけど、ね、これだけど、別にこれじゃなくてもいいかなって私は思ってます。Today is very dark. ありがとうございます、エイジさん。いえいえ、こちらこそありがとうございます、見ていただいて。そう、暗いのに台風来てるのよね。だからちょっともしかするとあれですよね、もしかするともしかしてな、ヒットしそうですよね、東京に。最初の1本はこうまっすぐじゃなくてカーブを加えています。今思いついたけど、 I want to carve my first lineそう、昨日私さ、毎日やらないかもとか言ったら、なんかの外国の人が、毎日やらないのってなんか言われちゃった。おはようございます、七色さん、おはようございます。ちょっといつもより早いんだけど、もう早く終わらせて台風に備えればなければですよね。A typhoon is approaching today. Maybe it will hit Tokyo later.ハリアップ、ハリアップ、急げーって。Maybe over here、多分ここに丸を、なんかちょっと長細い丸だったね。まあ、いっか。かわいいタングル。そう。で、ここにオーラをしていくんですって。ね、and aura, add aura here. なんか今日6時、朝6時までに学校から今日台風だから学校ないですっていう連絡が来るかもしれないって言って、息子がすごい、連絡来ないかな、お休みにならないかなって言ってましたけど、残念ながら来なかった。ね、学校が嫌だとかね、まあじゃなくて、なんかそういうので休みになるって、ちょっとしたイベントみたいな感じでワクワクするのが、私なんかその気持ちはすごくわかる。でも実際休みになったらすごい、あ、そうか、デイ2、あ、そうです、ソーリー、もう2日目なんですね。あ、だから私1日早いのをやってるんですよ。 I draw day 2 butMaybe you draw day one. Inktober Tangles start from today. でも別に今日書かなきゃいけないとかね、書けなかったからもう明日からおしまいだとか、そんなことないですからね。書ける日だけで全然大丈夫です。
If you cannot draw today, no problem. You can start from tomorrow. ね。どうか落ち込んだりしないでください。Don't worry about your day. Start.ここ何時、ちょっと私のあれだ、角がないけど、もっともっときっちりね、角をね作るんだと思うんだけど、まあどんなんでもいいんじゃないのっていうご提案でございます。このタングル初めて書くから面白いわなあ。今日はじゃあ質問コーナーまた行きますか。質問コーナーとりあえずこれ書いてみましょうか。で、この後に、こうやって線でね囲むんだけど、ちょっと私違うことしたいなと思ってて、いろんなことできるなと思ったんですよ。例えば、A basic naki is a finish this step and add the define your string, first string by your pen. But I want to add arrange and I want toPray with Naki. So I want to connect the aura. Maybe I think connect the aura like this. But I.Random line, random aura here, and I think I make ラトゥーン。ちょっとラトゥーンみたいなのもできるんじゃないかと思って、どうやるのか、ちょっとどうやるのかしらって感じだけど、こうやってどこに戻るのかしら、ここに戻るのね。面白くないこれ、ほら。I pray もう一回やろうかな。ここにこうなって、この子がこうなって、完全に遊んでません、ね、こうなってここにつながる。ほよし、マジ素敵じゃない。でも息が止まっちゃう。まあね、こんな感じで、全タングル何でもそうだけど、あれこれってこれできるんじゃないとか、こっちの方が可愛いんじゃないとかね、いろんなこと考えて、いろんなことチャレンジしたい、いいですかね。やってみてくださいまし。OK? では急に私もこれも、そうこれね、質問ね、皆さんから、まあ、視聴者さんからもらったやつもらってますので、 I'm getting question from viewers. Of course in Japanese. The answer is Japanese. If I can do it in English, I tried, but I can't. Okay. これはね、私のですね、ワンワンっていうクラスやってて、2番目ぐらいに多かった質問かな。綺麗な線が描けませんっていうことね、すごい言ってる方が多かったので、それについてお答えしようと思います。綺麗な線が描けません、どうしたらいいですかっていうね、ご質問すごく多かったんですけど、練習するべきですかみたいな。綺麗な線、何をもってして綺麗な線というか、そうそう、昨日もなんか佐賀雅人くんっていうね、このライブ見てたんですけど、録画を、美しさって何なんだろうみたいな、彼すごく哲学的っていうか文学的なこと言うからさ、まあその話は置いといて、美しいとは何かね、綺麗な線描きたいで、Sorry, I cannot explain in English.
文字をね書いた時のことを思い出してほしいんですよね。文字を書く時に、例えば Okay, today I teach you the first なんだ letter on Japan. This is あいうえおのあああ This is very difficult. ね、straight line, but a little bit curvy. ちょっとね曲がって、a little bit up, go up. right, right side is a little bit up. Next line is a little bit curve. And here.ね、このあっていう字すごい難しいんだけど、これを書けるようになるじゃないですか。最初は書けないよ。ここなんか、こんなになっちゃって。だけど、だんだん上手くなっていく。なんでかっていうと、この書き慣れるというか、そのあを書くための筋肉が整っていくわけですよね。わかりますかね。I talk about muscle for drawing. そう。だから、絵を描くのも全く同じで、やっぱりこのカーブをこう描くのに必要な筋肉の動きがあるわけですよね。これをやっぱり毎日描けば少しずつ上手くなっていくんですけど、ただジェンタングルはこうタイルをねこう回すことができるので、こう描きやすい角度に回して描くってことが非常に重要になる。あとゆっくり描くことですね。うん、で、あと日本語の場合だとね、止め、跳ね、払い、それからあと何だろう、文字のバランスもう全部同じで、それってじゃあどうやって勉強したんですかって言ったら、やっぱり書いていって書いていって、いろんな人の見て、あ、こういうふうに書くと綺麗だなっていうのが分かったりするじゃないですか。それで取得していくんですよね。だから絵も全く同じで、突然上手くなる秘訣はないわけですよ。その話も前にもしたんだけど、足がね速くなる秘訣って何ですかって聞くと、やっぱ練習すること、ね、突然オリンピック選手にコツを聞いて急に上手くなる人はいないわけで、そんなこと言ったら大変だって感じですよね。だから確かに少しはねコツはあるんですけど、全くないって言ったら嘘になるんだけど、やっぱり回数をこなすのが一番なんですよね、と思います。あとはね曲がってもねいいやっていうのも大事なんだけど、そうそう、やっぱ思った通りのとこに線がいかないってことはありますよね。私もありますよ。ここ今ちょっとオーラ本当は均等にやりたいけどできないみたいな時に、そう、日本の人だからね、多分文字を書くのにすごく苦労した筋肉があるから、とってもこういうこと言ってはいけないかもしれないけど、簡単な文字でも、文字じゃないと思いますね、漢字もあるし書道もあるし、書道っていうかね、筆で書く練習もやっぱ一応はちょっとするわけで、そうだから普通のなんかアルファベットの文化の人よりはきっとそういう筋肉はある程度備わってると思うんですけど、ね、だからマリアさんはさ、カリグラフィーのアーティストだけど、だから字絵もうまいのかなと困っちゃったりして、気のせいかしら。 OK、 もうシェーリングは難しいよね。シーンとしちゃったそうそう、難しさとは何か、ね、芸術とは何かみたいな話、もう佐賀くんと喋りたい。私そういう話あんまり得意じゃ ないんですけどね、やっぱりアートを見て美しいとかなんとかっていうのはやっぱこ何かね、心がね動く時に、その
芸術に対する感動が生まれると思うんですけど、その感情って多分美しさだけじゃないんですよね。なんかざわざわするとか、そのなんだテクスチャーが心地よいとか、あと何かその裏にあるコンセプトに心が動くとか、まあ、いろんなことがあるんですよね。なので美しさだけではないと思います。もう本当に美しい、誰が見ても美しいって書く人いるけど、なんか別に心が動かない場合もある時もあるんじゃないですか。あるんですよ例えば本物そっくりに描けるっていうので、あすごいなと思うけど、じゃあそれで心がドキドキしたりワクワクしたりするかって言ったらね、それじゃあ美しいの定義って難しいですよね。そうですね、うん、そうそうそうなんですよ。だから心が動くことかなと思って、あと美しさのってやっぱり人間が文化で作り上げてきたものなのっていうのももちろんあるの。例えば顔の美しさなんかねとか体の美しさもこういうのが美しいんだみたいなのの意外とそういうのもあるかなと思ったり、人間が美しいと思う自然界のねこの、法則であるこのなんだ黄金比率と関係があるっていう可能性もありますけどね。例えば顔のバランスなんかは、でも目が大きい方が綺麗だとかさ、そんなのって誰が言ったのって感じで、誰が言ったのかしらなんか結構本能的なこともあるかもしれないけど、文化的な刷り込みみたいなのもあると思いますよ。この人綺麗だよねみたいな、このシェーリングはちょっと難しいけど、そうでも私結構全単元見るときに綺麗ですねとか美しいですねって褒めちゃうんだけど、褒めちゃうとか褒めることが多いんで、そんなことまで考えてなかったなと思って、うん、でもなるべく具体的に、そうですね、ストーリーズとかだと綺麗ですねで終わっちゃうんだけど、クラスの時はね具体的にこういうところがいいっていうのをお伝えするようにはねしてるんですけど、してるんです、ね、この一生懸命ここ集中して書かれたんだろうなとか、この部分気をつけて書かれたのかなとかね、そういうのを見て撮れると非常にこう心が動くというか、なんか嬉しくなるっていうのはありますね。あと本人がシェーリングの音が心地よいです、 ありがとうございますね、あと本人がもう失敗だと思っていることが実はいいことだったり、これって顔とかにも言えるんだけど、なんかなんだろう、自分の顔のここが嫌みたいな、そこがすごい魅力だったりすることも私はあると思うんですけどね。あ、リアルで見れた、やった、みっこちゃんありがとうございます。そうそう、だから自分でここが嫌みたいなところ、なんかそこが特徴だったり魅力だったりすることもあるかなって私は思いますけどね。結構自分には気づかないから、だから全タングルとかもそうなんだけど、自分だとねこれは失敗だとかねうわここ変になっちゃったみたいなのも、それがいいんじゃんみたいな、自分でもねそういうことよくあるんで、私なんかこれ変だなと思ってもなんか人に見せると、これすごくいいですねとか、ここ私失敗したんだけどみたいなことはあるんで、でいろんな角度から見る能力がね身につくといいですよね、全タングルを通して。
私これ色どうしようかな、どこに入れようかな。 Good morning 先生、 Good morning ジャッキー多分今香港朝早いね。あ、終わっちゃった。 OK I finish。これ YouTube にアップするんですけど、編集する時間がもう もったいないって言ったら失礼ですけど、ない、もうそれやってるんだったら絵描いてようと思って、編集しないであげたいんで、あの25分から30分ぐらいにして、そのままもう取って出し、なんか変なこと言ってるかもしれないけど気にしないみたいな感じにすると思って、このねインクトーバーに関してはあのノーエディットでいこうと思ったんだけど、ちょっとは編集するかもしれないですね。シェイ先生聞いてていいですか、出来上がった作品たちどうやって保管されてますか、箱に入れてディスプレイして。あ、それもよく聞かれますよね。私ね、あのすごいガザッと箱に入れてます。ですごい気に入ってるとか、あ、まあ、いくつか飾ってますけど額縁に入れて、で昔ファイリングしてたんですけど、あのファイリングする量じゃない、ないなこれみたいになってきちゃったんででっかい箱に入れてます、うん、でっかいトランクを買ってそこにバーって入れていこうかなと思ってるんですけど、まだ、出会えてなくて、トランクにって感じです。いいですかそんな答えで、はい、そう収納でよく聞かれるんだけどね、あ、すっごい丁寧に、なんだろう、ファイリングされてる方とかいて、すごいと思うけどね、もう無理ですね、私、無理。いろいろ取り出してみたりと、見直したりとかもしたい人なんで、ダメなんですよ、私。息が止まっちゃう。ちょっと木の実っぽさを与えたかった。秋楽しかった、このタングル I enjoyed this tangle lovely。 ね、ファイリングがたくさんできて、やっぱりね、私も箱にしますね、私の箱を見せてあげたいけど、よいしょ、見せられないな、すごいの、よっこしょ、重たい。マイボックス。ここに入んないな。これ、ね、おかもちみたいなのに入ってるんだけど。ハーバーボックス。こうなんていうの、なんつったらいいの、こういうやつに入ってる。汚いのが丸みなんで。こういうのに入ってて、こういうやつ。これが3段な。3段あります。マイボックスホール。タイル。そうなんですよ。あとカンカンとかにも入れてますけど、結局そのカンカンもすごい量になってきちゃって、あわわわわって感じなんですよね。なんで、カゴ、宝物カゴね、ちょっと今度何かでお見せしたいけど、はい、後でインスタの写真に載せれたら載せときます。ドバーってなっちゃった。ああ、はい、ちょっと出す、ちょっとだけドバーってなっちゃったから気まま、なんか、なんだろう、何にしたかったのかちょっとわかんない、こうしたか、したい、なんかこう、もりっとなってるのに見えるかしら、もりっと
ビジューに書いていたらスペースなくなっちゃいました。そっか。OK, I finish. I add a bitter tango after ripe. I don't know. もしかしたらちょっと何かを足すかもしれない。はい。では、インクトーバータングルスデイ2ナーキー書きました。ご覧になってくださりありがとうございます。 Thank you for watching。 ではまた明日会えたらいいですね。 See you tomorrow。 バイバーイ。